よさのかおる、よさのかおる、よさのかおる。1938年、昭和13年8月22日から2017年、平成29年5月21日は、日本の政治家。君党は朝日大受賞。学校法人文化学院委員長、理事。報道や政治活動においては新事態で、よさのかおると表記されることが、比較的多い。衆議院。 議員、10期、衆議院議員運営委員長、第50代、文部大臣、第117代、内閣官房副長官、通商産業大臣、第63代、自由民主党政務調査会長、第46代、内閣府特命担当大臣、金融、経済財政政策、規制改革、男女も同さんが、少子化対策、内閣官房長官、第74代、 拉致問題担当大臣、第二代、財務大臣、第十一代などを歴任した。東京府東京市高島地区、現在の東京都千代田区に、よさの州、よさのみち子の長男として生まれる。父、シュゲルは、家人よさの鉄官、秋子夫妻の次男で、外交官、戦前は、外務省情報部長、調査局長などを経て、在外交官勤務。生後すぐに、 父が北京に赴任し、0歳で北京に移る。日本に帰国した4歳の頃、祖母のアキコが死去している。祖父の鉄管は、香りが生まれる3年前に死去してあっておらず、アキコとの思い出もほとんどなく、祖父母は身内ではなく、教科書に載っている、歴史上の人物であるような気がすると、自身の著書で表している。父は、戦時中に、ベルリンの日本大使館に勤務していたが、 日本に残された家族の生活は困窮し、無賃乗車で母と共に交番へ連れて行かれたこともあったという。戦争末期に東京大空襲に遭遇している。港区立麻布小学校卒業後、麻布中学校に進学。父がエジプト勤務になった時はカイロ郊外、ヘリオポリスのイングリッシュスクールに編入学している。この頃、自分が 敗戦国の国民であることを強烈に感じ、日本の文化、経済を一流にしたいという思いが生まれたという。その後、イギリスのオックスフォード大学への進学を目指し、一次試験までパッスするが、考えを変えて、日本に帰国。麻布高校に編入学し、平沼武雄の同級生となる。東大受験に失敗するが、平沼によれば、卒業式で表彰されるような優等生だった。 寸大高等予備校、現寸大予備学校で一年間の浪人を経て、東京大学門科地類に入学。いわゆる全学連世代だが、学生運動は一切関わらなかった。小まっ時代は、授業に失望して、文学賞を乱読。学生時代の記憶に残る本として、有島武雄のカインの末裔。後々まで、自分の思考に影響を与えた本として、壁海純一。 法哲学外論、弾道重光、警報功用などを挙げている。公式野球部に所属し、マネージャーを務める。この時の2年後輩に、新井真リがいる。1963年東京大学法学部第3類、政治コース卒業、三井住友銀行特別顧問の岡田明へは、東大法学部の同期、母の知人、中曽根康弘の紹介で、 日本原子力発電に入社する。日本原子力発電では当初技術部に配属され、後に外交官となる今井隆基地係長の訓導を受け、英語専門文献の翻訳なども手掛けた。後に事務系に転じ米国での資金調達や原子力保険といった金融業務に従事していた。会社の命により民社党の核拡散防止条約に関する、 法王調査団に原子力の専門家、通訳として同行、スイス、ユーゴスラビア、イギリス、イタリア、ドイツなどを訪問した。調査団メンバーは、後の委員長、佐々木良作をはじめ曽根います、岡沢幹治、渡辺明。与謝野にとっては、政治家と深く関わった第一歩であり、こうした民社党の面々とは、政界入り後も親しい関係が続くことになる。 佐々木と共に、ドイツ滞在中に、中曽根康弘と、開校、二人の政治家の食事のお供などをしたが、このことが、政界入りの直接の契機となった。中曽根とは就職の圧戦以来、勉強会などを通じて進行があったが、帰国後にやはり同じ勉強会のメンバーであった、渡辺常夫を通じて秘書にならないかと誘いを受けた。1968年日本原子力発電を、 退職し、中曽根の秘書となる。この頃読んだステファン・ツバイクのジョセフ・フーシェは愛読書の一つであり、著書などでフーシェに触れることが多い。1972年12月の第33回衆議院議員総選挙に、旧東京都第一区から自由民主党公認で立候補するが落選する。この総選挙では、東大1959年入学同期3人。 加藤孝一、田中修正、与謝野薫の若手候補が立候補すると週刊誌に取り上げられた。1976年12月の第34回衆議院議員総選挙に東京一区から立候補し初当選。中曽根派に所属する。1979年の第35回衆議院議員総選挙で当時の大平正義首相が打ち出した。 一般消費税による逆風を受け落選したが、1980年の第36回衆議院議員総選挙で、日本社会党委員長の明日方和夫を抜きトップ当選し、会議在た。以後、科学技術、通商産業関係を皮切りに、通商産業政務次官、自民党商工部会長、衆議院商工委員長などを歴任し、商工族、政策通として、当格を表す。 中曽根派に所属しながらも、竹下派の実力者であった、梶山政六の門下とも言うべき関係を形成。梶山は、自身の国体委員長、幹事長、官房長官在任時に、与謝野をそれぞれ国体筆頭副委員長、議運委員長、官房副長官と常に身近において、徴用し続けることになる。1994年、自民党が政権復帰した。 村山内閣、自社さ連立政権で、文部大臣として初入閣。1996年、自民党単独内閣となった第二次、橋本内閣では、梶山内閣官房長官の下で、内閣官房副長官、政務二人。通例なら、長官と共に総理総裁派閥から起用される、ポストだが、梶山の厚い信頼の下で、大派閥ながら、 橋本政権を中枢で支えた。1998年、橋本内閣の次の大渕内閣で通産大臣に就任。通産大臣でありながら、所管外、法務省管轄の通信防受法成立に力を注ぎ、噂の真相などに登庁法成立の黒幕と批判された。2000年6月の第42回衆議院議員総選挙で民主党の現職。 海江田万里に敗れ、重複立候補していた、比例代表東京ブロックでも復活せずに落選する。自民党は民主党に都市部を中心に議席を奪われ、一区現象と呼ばれる事態に陥ったが、閣僚経験者で総裁候補とも目されつつあった、与佐野の落選は、一区現象の象徴として大きく報じられた。与佐野の落選について、小泉純一郎は後に、 与謝野さんが落選していなければ、自分ではなく、与謝野さんが総理になっていただろうとも述べている。老人時代は、CS 放送、朝日ニュースターをはじめマスメディアに、しばしば登場。その頃誕生した、小泉内閣の構造改革に当初は、批判的であったが、徐々に方針転換して、改革にも、一定の理解を示すようになったほか、 復活を期した2003年の総選挙前に派閥を離脱した。これは当時所属派閥であった志卒会における亀井静香との権力構想に敗北し、以前に亀井が所属していた政和政策研究会の小泉首に接近する事情もあった。2003年11月に第43回衆議院議員総選挙で、選挙区では僅差で海江田に敗れたが、 比例復活で3年ぶりの国政復帰し、その後は党の金融調査会長を務める。2004年に自民党政調会長に就任し、小泉首相の進める優勢民営化に尽力し、2005年9月に行われた第44回衆議院議員総選挙で、海江谷比例区での復活を許さないほどの圧倒的な勝利を収め、5年前の雪辱を果たした。2005年に 発足の第三次小泉改造内閣で内閣府特命担当大臣金融経済財政政策に就任する。2006年に小泉内閣の終わり近くに景気が少し持ち直してくると消費者物価指数がマイナスにもかかわらず量的緩和解除の合作を出した。デフレの方が良い。インフレは絶対悪だ。だから物価上昇率がプラスになったらあくまであると。 語っていたと。2006年9月26日に、安倍政権が発足、安倍とは通信傍受法の成立にあたって協力した、他、財界との勉強会である、式の会を通じて親しい関係であるため、内閣官房長官として、与佐野を起用する構想があったとされるが、与佐野の官僚よりの姿勢を警戒して、小泉が待ったをかけたという。 結局自民党税制調査会会長に就任したが、就任直後の10月に校内に痛みを覚えるなどしたため入院し、11月に税調会長を辞任して、療養生活に入った。2007年1月初旬に退院した後も自宅療養を続け、4月13日の衆院本、会議に出席し政治活動を再開し、6月8日に発売された。 文芸春秋7月号に寄せた、追出、告知にて、口頭がんによる入院だったことを公表した。2007年8月27日発足の第一次、安倍改造内閣において、内閣官房長官、ラッチ問題担当大臣兼務に就任。改造にあたって、安倍は、菅義偉の登用を模索したが、菅の事務所費問題から断念。その後は、 町村信孝の就任が確実視されていたが、最終的に、与佐野を官房長官に起用した。2007年9月12日、所信表明演説直後に、突如安倍が辞任表明。その後安倍は、体調不良で入院という事態となった。安倍が入院しても、首相臨時代理は置かれなかったが、官房長官である与佐野が官邸を事実上仕切り、与佐野官邸と呼ばれた。 同様に党務を仕切った幹事長の麻生と共に麻生クーデター説の槍玉の一人に挙げられ強く批判されたその後この説はデマと判明同年9月26日の福田安尾内閣発足に伴い官房長官拉致担当省を退任した福田政権では自民党税制調査会の省委員長に就任政権の指南役として 薬害関連問題の議員立法を提案し、解決に導くなど存在感を見せる。10月の大連立構想で、かつての中曽根、渡辺との関係から、ある程度の動きは掴んでいたようである。自身も大連立に肯定的な発言をしているが、特に具体的な行動は起こさなかった。福田、小沢会談の直前に小沢と以後で対決し、 メディアから大連立に関する話し合いが行われたと報道されたが、よさの本人は大連立とは全く関係がないと主張している。2008年2月20日、派閥横断型勉強会、正しいことを考え実行する会、正しい議連の活動再開を機きに、同会に参加する。8月2日、福田内閣の内閣改造、福田改造内閣により、 内閣府特命担当大、経済財政政策、規制改革に就任。経済財政担当省在任中、福田首相の辞任表明に伴う自民党、総裁選挙に出馬。財政再建を訴えて2位につけ、麻生内閣では、経済財政担当省に再任した。2009年2月17日、財務大臣並びに金融担当大臣である。 中川翔一が辞任したことに伴い、その公認に指名されたため、予算の数とで経済関連参閣僚を兼任することとなった。兼任は予算成立後に解かれる予定だったが、結局7月2日の閣僚補充で経済財政担当大臣に林義正が任命されるまで続いた。同月行われた東京都議選で自民党が敗れたことにより、 党内の麻生卸最高庁に達すると、重要閣僚でありながら、麻生の自発的辞任を求める立場に立ったが、最終的に麻生内閣の下での衆議院解散に同意した。第45回衆議院議員総選挙では再び、民主党の海江田万里に2003年以来3度目の敗北を喫するも、比例代表で復活当選。9月4日と9月5日に開かれる G20。 財務省、中央銀行総裁会議は、病気を理由に出席ない意向を示した。同年9月16日、麻生内閣総辞職により財務、金融担当省を退任した。その後は、衆議院予算委員会に所属した。2010年2月12日の、衆院予算委員会において、当時の鳩山幸夫首相の偽装献金問題を追求し、鳩山を、 平成の脱税王と呼んだ。さらに、その弟で与謝野と当選同期の鳩山国夫の、うちの兄貴はしょっちゅう母、鳩山安子のところへ行って子分に配る金、子分を養成する金が必要だと言って金をもらっていたという発言を気合いに出し、鳩山を厳しく追求した。文芸春秋、2010年4月号で自民党執行部を批判する記事を書き、 同年4月3日、自由民主党総裁の谷垣定一と直接、会談し、4月7日付で離党届を提出。会談で、与謝野は谷垣に、自民党分裂とは取らないでください。大げさに感じないでくださいと述べ、会談後も記者に、自民党の分裂ではなく、一個人、与謝野香織が去ったということだと考えて、シート伝えたと述べ、 自身らの離島は自民党分裂ではないとした。四月十日の午前に、反民主、肘身を貫くと述べ、結成を予定する新党は反民主の党であるとの認識を示し、四月十日午後、平沼竹夫、その田博之らと共に、新党、立ち上がれ、日本の決闘を正式に発表した。しかし、そんな、よさのの思いとは裏腹に四月二十七日、 自民党を党記委員会は、正投票で当選した、比例選出議員であることや、新党決闘首謀者として、他の自民党国会議員、園田博之、藤井隆夫、中川義夫に対して、新党決闘のために、自民党離党を促したことを党行為として、賛成9票、反対3票で、与佐野に対して、除名処分が下った。2010年12月に、 民主党政権から立ち上がれ、日本の連立政権参加の打診を受けたが、与謝野が賛成する中で、他5人が反対し、党内で孤立。2011年1月13日、平沼代表に離党届を提出、立ち上がれ、日本から離党した。翌1月14日、関西改造内閣にて、内閣府特命担当大臣、経済財政政策、男女とも同さんが、 少子化対策に就任し、新設された社会保障と税の一体改革担当大臣も兼務した。1月19日に無所属議員として衆議院会派、民主党、無所属クラブに入会し、再び与党議員となった。与佐野の民主党政権参加は除名処分にした自民党など野党から強く批判をされている。与佐野は立ち上がれ、日本の離党において、私は 打倒民主党という言葉を使った覚えはないと弁明しているが、朝日新聞2010年4月7日に掲載されたインタビュー記事では、与サノは打倒民主党という言葉を使っており、与サノの,の HP にも掲載されている。入閣から7ヶ月前の2010年6月16日に衆議院本会議で官内閣不信任決議に賛成票を投じている。2011年9月。 野田内閣発足に伴い、経済財政政策担当大臣を退任。同月5日、衆議院会派、民主党、無所属クラブを離脱。無所属議員となった。菅直人内閣での閣僚退任の後、体調を崩し2012年6月から約2ヶ月間入院。その間に、咽頭癌の修復手術を受けたが、その影響で声を失い、 筆談での会話を余儀なくされた。声のリハビリなども開始していたが、早期の回復は困難なため、9月5日になって、第46回衆議院議員総選挙への立候補を諦め、政界からの引退を表明した。水面下で、自らの地盤である東京一区から立候補を予定していた、新人候補の山田美希を支援する目的で、自民党への復党を打診したが、党からは、 接想がなくなるとされ、復党は認められなかった。2013年4月、他年にわたり、国会議員として、議案審議の重責を果たすとともに、内閣府特命担当大臣等として、国政の数期に参画した功労により、朝日大受賞を受賞した。声を失ったよさのは、食道発生や電気式人工行動を試した後に、癌研究会有明病院において、 期間食堂シャント法と呼ばれる手術を受け、2013年暮れまでに声を取り戻している。2017年4月30日に自民党の党紀委員会は、与佐野の近年の同党への貢献を評価して、与佐野の副党を了承した。国会議員として自民党を除名された人物の副党は、渡抜き多介助に次いで2例目となる。同年5月24日、関係者が 与謝野の死去を明らかにした。当初は死没日が遺族の意向で公表されなかったが、同年5月30日に開かれた自民党役員連絡会で2回、年広幹事長が21日と報告している。最終的に、与謝野家と自民党による合同のお別れ会を開催するに至った。日本国政府は同年6月16日の閣議において、 小像くらいに除することを決定した。村上ファンドから2004年の政治資金収支報告書、記載分として40万円の政治献金を受けていた。トラック輸送業界の政治団体である道路、運送経営研究会、道路特定財源を資金源とし、一般財源化に反対しているから、政治献金を受けている。福島県知事の汚職事件に関連していた大手の、 ゼネコンである前田建設工業の取締役名誉会長を務めていた前田又兵衛から政治献金を受けていた。前田は汚職事件が発覚した後取締役名誉会長職を辞任している。与謝野側は何かあったら返さなくてはいけないというのはその人に失礼だとして受けた献金を返還しない意向を示している。 1986年から、与佐野の施設秘書を務め、一時は、公設秘書も務めていた人物が、地下鉄駅の階段で女性の尻を触り、痴漢容疑で2008年8月25日に、書類送検されている。秘書は、左手の甲が偶然ぶつかったと弁明していたが、階段が混雑していなかったことを追求され、容疑を認めた。秘書は、 退職願いを出し8月22日に退職している。身長169センチメートル、体重63キログラム、本名は旧事態のよさのカオルであるが、報道などは新事態でよさのカオルと表記することが多い。2013年春の叙勲に際して内閣府が発表した受賞者名簿は、氏名欄によさのカオルと記しており、通称などを掲載する。 芸名討欄に、よさの香ると併記され、漢方も、よさの香ると表記した。カトリックに強い影響を受けているが、洗礼は受けていない。趣味は、ゴルフ、パソコンの自作、囲碁、写真撮影、天体観測、釣りなど多岐にわたる。よさの鉄管、よさの秋子が創立した文化学院の院長を務めており、学校法人の運営に対してアドバイスをしている。 1977年39歳で露法性リンパ腫を発症して以降、癌との戦いを続けていた。露法性リンパ腫発症時は衆議院初当選から10ヶ月後の発症だった。10年ほどした後に腸幹膜に転移したが、国立癌研究センターで化学療法と放射線治療を行い、1993年に治療を終える。2000年8月に 肛門から 10cm の直腸癌を切除2001年秋に前立腺癌が,が判明しホルモン療法と放射線治療で根治させた2006年10月に下咽頭癌で生体を残し首のリンパ節と喉の癌の部分を切除し放射線治療の影響で膀胱炎を患う下咽頭癌の切除手術で食道が狭くなり 通過障害や誤炎によって体重が激減。その後食道を広くする治療を受け、誤炎せずに飲み込むコツを掴んで自分で栄養補給できるようになった。2012年に手術した箇所が時間経過で狭くなったため誤炎性肺炎を発症する。そこで声は失っても普通に食べたいものを食べて日常生活を送りたいという判断から生体を切除し、 食べ物の通る道と空気の通る道を完全に分ける手術をすることになった。この生態切除で正解引退を表明することになる。30年以上にも及ぶがんとの戦いは2012年に全身がん政治家で本に表している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。